レーシングコースを走りたいと思います。まあね、シーズンオフでちょっと暑くてタイムは望めないんですけど、ちょっとまあ8月にレースもあるということで、であとライセンス取ってから1回も走ってなくて、あの無料券が2枚あるんで、ちょっとこのタイミングで一発走ろうということで、でシーズン中はまあ55秒とか狙いたいんで、まあシーズンオフでも2分は切ってないと話にならないんで、でまあコンコース自体3、4年ぶりなんで、まあとりあえずまあちょっと2本走るんで、まあ1本ちょっと慣らしで走って、で2本目だいたい感覚つかめると思うんで、あと暑いんでやっぱり壊さないの大前提でちょっと、頑張っていきたいと思います。はい、川本さんのいい奥さんです。6203cc ございます。やっぱターボより NA ですね。さあ、ゆたさんはサーキットスモークに向けて着々と準備を進めております。いやー、俺もなー、指が燃えてなければ。今日は空いてそうで最高です。そうですね、10台以下だといいですね。そうですね、最高ですね。はい、そっか、ライセンス走行は初めてだ。ようやく。はい、お、エスコの剣が出ました。これで前に置いておけば渡すんですか。あそこで、はい、ライセンスカードそれ確か見せる感じですね。あ、ライセンスカード、はい、確か、はい。今は12時2時40分からで、あと20分ぐらいですね。何か仕様変更等はあるんですか。とりあえずあのカーボンドアついてて、はい、あとはボンネットか、ボンネットとあとリアのディフューザー、はい、ですね。タイムに直結するのはリアドアとカーボンディフューザーぐらいなんで、まあシーズンに向けてはもうちょっとアップデートはあるんですけど、まああとは去年のスカイフルシの052でも、まあコンディションまあそんな悪くないんで、まあそこそこ頑張ってくれるんじゃないかな。とりあえず2分切りっすね。壊さないようにですね、まずね。そうですね、まず壊さないように。ちょっとね。まああの近藤さんのカーボンボンネットも入れたんで、はい、まあ、排熱もねかなり良くなってると思うんで、ちょっとそちらが期待してますんで。
254キロ、254、はい、メーター読みですか。メーター読みで走行10分前切りましたね。すげえ緊張してきた。緊張してきた。やっぱ富士そば速いっすね。一番速いサーキットですからね、速度が。あれ取れなくなってる？ハーネス。はいよ。よし、いってらっしゃい。
30分枠なんですけど、温度がだいぶ厳しかったんで3アタックしかちょっとしてないんですけど、一発目が多分2分1秒いくつか真ん中ぐらいで、2発目が2分0秒8で、最後3本目が2分0秒3だったかな。で、まあ多分感触的には2分切れるんですけど、ダンロップのブレーキが一発目の時ダンロップの看板から踏んだら超絶ブレーキ余って、ああ全然いけるわってなって、2、3本目が奥から行ったんですけど、なんか ABS かわかんないですけど、なんか多分熱も出るのかリアが浮いちゃってロックして前にもこう ABS が来てなのか、もうとにかくブレーキがいきなりガーって止まらない、 ABS みたいなガガガってなって止まらない現象が起きてて、結構突っ込みすぎちゃって、かなりロスしてこう行っても2分フラットぐらいなんで、まあ2分は絶対切れるんですけど、そこのちょっとブレーキの兼ね合いがあって、あと温度が水温が106度ぐらいで油温120なんで、まあ平気っちゃ平気なんですけど、だいぶ温度上がってきついんで、で、吸気温度も多分結構かなり高くなってて、まあ補正も入ってると思うんで、多分パワーもそんな出てないと思うんですけど、一応デジスパイスの GPS 上で229キロ、230キロぐらい出てるんで、メーター読みではまあ240近いのかなと。で、こんだけ30度超えてるのかなぐらいの気温でそれぐらい出てるんで、まあ、シーズンは GPS でも140近く出ればいいかなっていう感じですね。ちょっと2枠目2分とりあえず切りたいと思うんで頑張ります。
かがでした？いやー、さっきよりは手応えいいですね。減り具合を一応こんな感じです。タイヤの減り具合だいぶ綺麗だとは思います。すごい052。2枠目がこの2個か。ここベストが出た、あ、ベスト今回これか、前のベストがこれか、この辺か。なんで、今回のベストが1分59秒34ですね。とりあえずまあ有言実行で2分切りはできたと。でセカンドとサードも59秒4と59秒7、まあコンスタントに入るようにはなったんで。で途中ね58秒はいけそうだなっていう感触はあったんですけど、やっぱりコースも大きくてライン取りとかもやっぱり自由度が高いんで、どれが成功かちょっとまだまだ慣れてないんで、まあ2枠しか今回走ってないんで、まあその中でもとりあえずやれることはやったけど、ちょっと 100R とかコカ・コーラはまあそこそこいい時あって、あとはダンロップのやっぱブレーキがちょっとと、あとそうだシフトミスが結構あって、多分ちょっと力入っちゃってるのかなっていうのもあって、そういうのもあるんで、まあこの夏場でもうまくまとめれば58秒前半とかは多分フラットとか入るんで、まあ冬場56、55秒は入ると思うんで、ちょっとまた冬にリベンジしに行きたいと思います。はい。